じゃあ次の試合、トドロ VS ユア。トドロは彼女いんの？あ、彼女いない二人のバトルだから。これを機会に彼女か彼氏かどっちか作ってください。彼氏か彼氏かどっちか作ってください。じゃあ先攻ユア、後攻トドロキ。愛が芽生えるのかどうかっていう一戦ですからね。ユアビート変わる？変わらない。付き合ってもいい。変わる。あ、じゃあお願いします。いやらしい音が流れてきたからね。いやらしいバトルしてくださいよ。先行優は高校トドロ、オーツメーファイ。皆さんのゴキボトリのようなバトルはできないかもしれないが、俺はインベーダーバリ言葉使ってなんか言ってやり、あ、みたいなもんだ、多分言ってみな、俺は違う、あ、そんな感じお前とはなりたくない、どうせ愛者早く帰れよ、どうせライバー、特徴下ネタで盛り上がると思ってる、そんなじゃねえよ、スキルで勝負しに行こうよ、どうせ知らんでも俺の方が頂点で頂点、狙う感じだ、わかるか、この58口径お前狙ってんだぜ、58口径どうでもいいね、そんな話だから俺がここで見せる形、形じゃなくヒップホップは中身、中身で勝負だ、彼女がどうとかは関係ねえだろ、ここでやってるんだ、ヒップホップはストリート、先攻ユアが勝ったと思う人、高校トドロが勝ったと思う人、勝者ユア、イエーイ、トドロにも大きな拍手お願いしますよ、イエーイ。